今日は徳島はめちゃめちゃ雨が降っています。雷ごっついな。これまっすぐ行けんやん。これ反水しと1時間40ミリぐらいの雨が降ってるみたいなんで、やっぱりどんだけ水はけのいい里浦の畑でもこうやって池になってますね。こうやって水がすんごい溜まってますね。これはなかなか入れないですね、畑に。機械がね、埋まり込んだりする時もあるんでね、慎重に判断しないといけません。機械で掘れない列なんで、この一人引きという、この一人引きという先の尖ったやつで砂を削って芋を掘りやすくします。してな、ゆっくりこうやってね、芋を傷つけないように。明日は機械で掘るけんな。畑をしている人と同時に人と触れ合えて、根の横を削って手で掘りやすくしていきます。こんな感じですね。やってみる？力いるやろ。水平に、お、いい感じ、いい感じ。でも全然削れてないよこれ。こうやってこれぐらいの高さがあったら、まっすぐ引いても力いらんまま色が出てきよんな。お、ちっちゃいな、ちっちゃい。でこういう感じでだんだん持っていきます。大きい、綺麗な。ちょっと色がね、3つ、大きい、大きい3つ、小さい3つ。もう里娘の特徴って言うたら、傷が一つもない綺麗芋が特徴なんです。みんなね、箱詰めするときもね、気を使って入れています。明日は機械で掘るけんな。明日学校やろ。明日行って休み。よし、こんな感じで、まだこんだけで、こんだけあります。頑張って掘ります。さっき掘った分で小芋がこんだけ、15キロぐらいかな。で親芋が18キロぐらい、20キロはなさそうですけど。綺麗形やな。綺麗に取るよね。綺麗には取ってない。一人乗っとったらこれがでもちょうどええぐらいなんだよ。これで L サイズぐらいかな。これ 2L ぐらい。よし、心しゃな。うん、横につけようか。どうぞって。働きもんじゃな。もうちょい、今から帰って芋の天ぷら食べてきな。やったね。おやつしてくれと。ハートの形になってます。おいしい芋。ママのマンも食べていいん。ありがとう。はい、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。今日はよろしくお願いします。鳴門市里浦町から来ました、株式会社酒屋の酒井と言います。年は33歳です。やっぱりね、農家ってね、みんなイメージ通りと思うんですけど、
しんどいし、暑い、寒いもあるし、大変だしっていうイメージがあるんですけど、やっぱりね、もう本当その通りなんです。けど、なんでしてるかって言うたらね、やっぱりみんなが美味しいって言ってくれる声が届くんです。やっぱりね、この直接人の声が届く環境にいるっていうのはいいことかなと思ってて、それがね、すごい嬉しくて、それが今やりがいになっています。そのね、ありがとうっていう言葉をね、いっぱい聞きたかったらね、野菜育てていっぱい売っていたらね、いっぱい声かけてくれます。今日の作業は小学校の花壇に芋の畝を作ってほしいということで、よし、ほな次は芋苗植えるときにまた来るかなと思うので、畑をしていると同時に人と触れ合えて、で人も口に入るもの、野菜を作るっていうのはやっぱりね、農家さんでないとできないことなんで、みんな農業に興味があるんであれば、ぜひとも一回は農家さんに仕事に行って、この仕事でお金をもらって生活するっていうのも味わったらいいんじゃないかなと思っております。お腹空いたなと思ったら、ちょうどおーちゃんが芋を持ってます。これ実はうちにバイトに来てる男の子が元パン屋さんで働いてて、芋を持って帰り言うたら、ありがとう、スイートポテトにして持ってきてくれました。何でスポンジの出すやつ、生クリームを出すやつ、芋と生クリームと蜂蜜とバター言うてました。はい、どうぞ。うん、うまい。美味しいだろう。どう？今はな、